本当に皆さんたくさんご質問いただきまして本当にありがとうございます。今見させてもらって、ね、きついなという質問もあったりしてますが、まずじゃあここ先行きますか。じゃあ、山本先生の話にもありましたポリープとがんの違い、やっぱなかなかねポリープとがんどう違うのかなって気になるところだと思いますので、ちょっと先生の方からそれでは、ご質問でありましたポリープとがんの違いについて、少しお話しさせていただきたいと思います。ポリープというのは非常に大雑把な物言いでして、まあ、こう大きく膨らんで飛び出ているものという意味になります。でその中にはその全く放っておいてもいい将来的にがんになる可能性のほとんどないものからもうその時点ですでにがんであるものまでが含まれます。でただ大腸のポリープは多くの場合は腺腫といいまして将来的にがんになる可能性をある程度持ったものがほとんどです。ですので一定以上の大きさのがある腺腫に関しては内視鏡で取った方がいいですよというお答えをさせていただきますというところでご理解いただけましたでしょうか。内視鏡検査はどれぐらいに1回、何年に1回必要ですか。そうですね、なかなか難しい質問なんですけれども一度やられて何もポリープないですよとあるいはポリープはあったけれども5ミリ以下の小さいものですよというものに関してはおおむね3年に1回で十分かと思います。ただ何かしらポリープがあってそのポリープを切除したとその結果早期のがんであったというような場合に関しては1年後にまずもう一度受けていただいた方がいいと思います。ありがとうございます。じゃあそういった感じとじゃあ次このご質問いきましょうか。また山本先生ですね。山本先生の話の中に5年生存率の話があったと思いますがその中ステージ 3A3B 確かにさっきありましたね。こう 3A3 ステージ3はリンパ節転移があるという意味だと理解していますが AB とはどういう意味でしょうか。はい、どちらかというと吉福先生が得意な分野なんですが、いいですか吉福先生お願いして。ステージ3というのはリンパ節転移がある方ですけどもステージ 3A の方は、リンパ節が、3個まで取ったリンパ節の中で転移が3個まで4個からはステージ 3B といった分類にされています。なんでそう違うんですか。それは昔は場所リンパ節の場所によって AB 分かれてたんですけども最近では統計のデータでリンパ節の個数が違い5年生存率の違いが現れるということが分かったので個数で分けるようになっているかと思ってます。4個以上だとより再発しやすいので、はい、さっきのね術後補助化学療法をしっかり考えましょうというところで、まあ、3A、3B と分けて考えているというところもあるかと思います。じゃあ吉久先生にもう一個ですねご質問いただいてまして、これは、ちょっとねご家族の話なんですけども、術前治療でがんを小さくして人工肛門になるのを回避したという話が先ほどありましたと、この度家族はマイルド手術を行うことになったのですが、術前治療を試みることで人工肛門になることを回避できます可能性はあるでしょうか。その場合どこに相談すればよいでしょうか。そうですね、なるかどうかはこれは場所によって違ってきますよね。そうですね、実際に場所を見させていただかないと何とも言えないところかと思いますのでどこに相談すればよいのかということに関しましてはまずは今かかっている外科の先生にそういった話を聞いたけどもという形で私の場合はどうでしょうという話をいただいて、はい、それで、難しいという場合は難しいことも当然ね、はい、やはり、はい、そうやって先ほどのようにできて人工肛門回避できるのは素晴らしいんですけどもその無理しすぎてがんを残してしまって、はい、早く命を落としてしまうということもやはりよろしくないですね。非常に昔と比べると人工肛門になる率はすごい減っているけどもそこはやっぱり 最終的には外科の、専門の先生の判断でということになりますね。で、あとは先ほどの相談支援センターとかに相談していただくのもいいですが、あんまりね時間かけすぎてもかえってそれもよろしくないので、はい、そこは一度まず主治の先生にご相談というところになりますかね、はい、ありがとうございます。たくさんちょっといただいて一個一個いこうと思うんですが術後に、こっちですね補助療法
先ほど宮田先生お話しいただきましたが、術後補助化学療法、抗がん剤をやるとき、再発予防するときにやるかやらないか悩むこともあると思うのですが、どのくらいの期間の猶予があるか、どれくらい悩んでもいいか、あと一定期間を過ぎると、治療を、一定期間過ぎちゃうと効果がなくなってしまうのかというところ、そこは宮田先生どうでしょうか。はい、ありがとうございます。ご心配されていることよくわかるんですね。で、当然がんがもし残ってた場合に、手術してから時間が経つとだんだん大きくなってきます。で、一般的にはだいたい手術をして8週以内に治療を、抗がん剤の治療を始めた方がいいと言われていて、あとは3ヶ月過ぎるとあんまり効果がないんじゃないかというデータがあったりしますので、手術をしてあんまり早くということはないと思うんですけど、だいたい1ヶ月ぐらいから始めることが多いと思いますが、1ヶ月から2ヶ月の間に始めていただけるのがいいのかなと。だから普通手術の結果が出るのに1ヶ月前後ぐらいということが多いかもしれません。術後のあと回復するのにですね、いろんなことから回復して日常生活、便通の問題とか回復するのに1ヶ月近くかかる方が多いと思いますので、そこから1ヶ月ぐらいの間に決めていただければいいんじゃないかなというふうには思います。そうですね、1ヶ月から2ヶ月です。だからその結果聞いてから1月から1月半ぐらいということですね。やはりその先ほど話ありましたように、やった方がいいのは分かっているんだけど、やっぱり副作用が怖かったり、お金の問題であったり、いろんなことがあると思うんですね。その時にそう悩む時に一度こう考えて、じゃあ自分はどうして悩んでいるのかなっていうところをね考えて、副作用のことだとその副作用のことをお話しいただければいいと思いますし、その間の生活のこととかであればね、またそれも実は悩んでいるのはここで悩んでいるんだよっていうのをより一人と違いますのでお話しいただけると、私たちの方もそれに応じてじゃあこうしましょう、いろんなやり方が、先ほど宮田さんお話しいただきましたように術後補助化学療法ありますので、いろいろご提示できるんじゃないかなと思います。では続きまして次の質問ですね。非常に大きなテーマで宮田先生に行こうと思うんですけども、がんはどうしたら予防できるか、明日お話をテレビでいただけるということなんですけども、はい、そこはまた一番ですね、簡単な話で言うと、がんを完全に予防できるという方法はないんですよ。もうないんです。リスクを下げるということはできると思いますけど、がんを完全に、起きないということはできないですね。例えばでも大腸がんで言うと、さっき一番最初に話した赤身の肉とか保存肉が良くないということが一番大きなリスク因子だということが分かってますので、そればっかり取っているとやはりどうしても大腸がんにはなりやすいです。だけど全然取らないというわけにもいかないですね、生活している中では。であとは避ける因子としてはやはり野菜を多く取るとか繊維質というのは、おそらくそれは下げるだろうということが分かっているので、それは心がけたと思う。ただそれはじゃあいつから下げるかっていう問題があって、例えばじゃあ70歳の人が今からじゃあ食生活を変えたらいいかっていうと、あまりそれはもう実は関係ないわけですよね。若い時からのもう何十年もの積み重ねがあってがんになるわけですから、やはり若い時からそういう食生活なりを考えないといけないと。あとは適度な運動とかですね、いろんなことがありますので、そういうことはぜひ若い時から心がけて。でも私も今50も過ぎてますけど、そういう人は50歳過ぎたらやはりちゃんと検診を受けて、早期発見に努めるっていうことの方が現実的で、あんまりあの修行僧のような生活をすればいいのかっていうと、それは僕はあんまりそれしたくないんで燻製も食べたいですからちゃんと検診を受けるっていうことをお勧めします。ありがとうございます。今お話あったように、赤身の肉、特に牛ですよね。去年米国にアメリカの学会でも発表がありましたが、世界的に見ると宗教的に牛を食べないとかいう地域では
こう大腸がんの発生が少なかったり、牛よく食べ、水牛は大丈夫だったんですね。なんか知らないですけど、なんかあるんですけども、じゃあその若い頃から牛を一切食べなかったら大腸がんにならないかって、決してそうではないんですね。いろんな因子が言われていて、喫煙もそうですし、全くそういうの、いや、それこそ修行僧のような生活をしてますよ、ましてや健康のサプリメントをずっと飲んでますって方ががんになって私たちの外来とかいらっしゃったりして、あ、申し訳ないというか、ね、せっかく頑張ってきたのにっていう、いろんな要因がありますので、あのそれやってたら絶対ならないってわけじゃないんですけども、先生がおっしゃったように、運動、適度な運動とか野菜を摂るとか、まあ、タバコは避けるとかいうことは気をかけて、あとは早期発見をしましょうということですね。ありがとうございます。いろいろとね、ご質問いただいて全部ちょっとお答えできないかもしれないんですが、じゃあ次は五十嵐さんにお話を聞きたいと思います。就労支援ということで、お質問いただいておりまして、就労支援とは仕事を斡旋してくれるのでしょうか、あるいは仕事の不安などを相談してどのように解決していただけるのでしょうかと、具体的にどんな感じになるんですかね。はい、そうですね、まずお仕事の斡旋はいたしません、はい、それで例えばですね、お仕事をされている方が職場でがんですって言った場合に、じゃあ仕事を休んでとか辞めてとか、そういったことは不当になりますので、そういった時の対処とかどうしたらいいのかとか、病気によって仕事を休まなければいけないけれども、そういった時のはどうしたらいいのかとか、まあ、そういったことになりますね。もう病気だからあなた来なくていいですよとか、まあ、そういうことを例えばね、会社で言われちゃうと、それは法律上よろしくないことで、ちゃんと生活を守る術があるということですね。そういう時にもう言われたからすぐ辞めちゃうってことなく、ちょっとご相談一言ください。あるいはもう私病気になったからもう辞めますって言ってすぐ辞めちゃうんじゃなく、今お話あったようにがんといってもですね、治ることも多くありますし、再発だといってもその後長く生活できることもすごくあります。その間生活の糧がなくなってしまうと非常に困ることもありますので、具体的にね、その合戦とかできないんですけども、いろいろお手伝いできることは多々あるかと思います。ということで、すみません、ちょっとたくさんご質問いただいて全部お答えしたいんですが、お時間の都合で、難しいですので、ここで一旦終了しまして、この最後に、登壇の先生方からですね、一言ずつ今日来ていただいた皆さんにコメントをいただきたいと思います。じゃあ山本先生よろしいですか。はい、お話の中でも触れさせていただきましたけれども、大腸がんに関してはやっぱり早期に発見すれば多くの場合は治るがんですので、ぜひ積極的に検診、そして精密検査を受けていただきたいと思います。やっぱりがんの治療っていうのが第一目的であるっていうのを、しっかり認識してした上で治療していただくと、ちょっと負担が軽そうだから負担軽い方に行こうかなって思うこともあると思うんですけども、やっぱり一番の目的はがんを治療するということなので、そこをよく相談いただければいいのかなと思ってます。はい、抗がん剤の治療って本当に不安なことも多いと思うので、医者に聞けないこともあると思いますので、相談支援センターの方、看護師さん、薬剤師さん、いろんな人が親身になって話を聞いてくれると思います。でその中で、みんなで相談しながらいい、解決策を見つけて、いい治療に結びつけていきたいと思いますので、一人で悩まずに、いろんな人に相談していただきたいと思います。はい、相談支援センター、先ほども申しましたが、やっぱりご家族も辛いですよね。で患者様はもちろんなんですけれども、その言う場所があるっていうことを知っておいていただくといいかなと思います。例えば親戚の方には言えない、友達にも言えない、こんなことを言えないけれどもと胸の中に思っていることを相談員に言っていただくことで少し気持ちが楽になったりすることもありますので、ぜひ相談支援センターを活用していただければと思います。ありがとうございました。以上でパネルディスカッションを終了いたします。皆様、大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。